お待たせ。失礼します。失礼いたします。本日は、ごっちゃん列車にご乗車くださいまして、誠にありがとうございます。私どもの伊予鉄道は、明治21年10月に、日本で最初の軽便鉄道として、松山三つ間 6.8 キロの区間に蒸気機関車を走らせました。ごっちゃん列車の愛称は、夏目漱石の小説ごっちゃんの中で、乗車した感想を乗り込んでみると、マッチ箱のような汽車がコトコト5分ばかり動いたと思ったら、もう降りなければならないと紹介されたことから、ごっちゃん列車と言われるように。失礼します。失礼いたします。皆様、右手に見えてまいります建物は愛媛県文化会館でございます。総工費は202億円を要し、メインホールは3000人を収容することができます。各種会議や講演会など、人々の多様な交流を通じ、人類の平和を願うものであります。失礼いたします。信号往来。進入許可等先行往来。進入許可等先行往来。加藤義明は
関ヶ原の戦いで手柄を立て、その功績で松山二十万石の大名に抜擢され、8年お待たせいたしました。市駅前まで参ります。ご乗車の方はお急ぎください。まもなくごっちゃん列車発車いたします。ご乗失礼します。失礼いたします。信号、本日はごっちゃん列車にご乗車くださいまして誠にありがとうございます。私どもの伊予鉄道は明治21年10月に日本で最初の経電鉄道として松山三津間 6.8 キロの区間に蒸気機関車を走らせました。坊っちゃん列車の愛称は夏目漱石の小説坊っちゃんの中で乗車した感想を乗り込んでみると真っ暗とのような汽車だ。コトコト5分待ち。失礼します。失礼いたします。まもなく左手に見えてまいります11階建ての白い建物は47万人の地方を扱う松山市役所本館でございます。この辺りの地下1階は潤いのある人に優しい地下空間として約500台収容の駐輪場、210台収容の駐車場のほか、市民の憩いの広場になっております。失礼いたします。本土製鉄道線上昇往来、上昇往来、進路往来、進路往来。ポイント市駅行き往来、ポイント市駅行き往来。信号往来、信号往来、お伺いいたします。まもなく松山市駅前、伊予鉄百貨店前終点でございます。私ども伊予鉄道の創業の地であります松山市駅前は松山市の南の玄関口にあたり、電車バスの発着地で1日およそ10万人の人々が乗り降りしております。また松山市で最大のショッピングストリート本店街大街道は、ファッションビルや雑貨店、書店などあらゆるショップが揃っております。本日はごっちゃん列車にご乗車くださいまして誠にありがとうございました。なお到着後機関車の向きを変えますのでぜひご覧ください。失礼いたします。ありがとうございました。お待たせいたしました。松山駅前まで参ります。ご乗車の方はお急ぎください。まもなくごっちゃん列車発車いたします。ご乗車の方は失礼します。失礼いたします。本日はごっちゃん列車にご乗車くださいまして誠にありがとうございます。私どもの伊予鉄道は明治21年10月に日本で最初の経電鉄道として松山三津間 6.8 キロの区間に蒸気機関車を走らせました。ごっちゃん列車の愛称は夏目漱石の小説坊っちゃんの中で、乗車した感想を乗り込んでみるとマッチ箱のような汽車だ、コトコト5分ばかり動いたと思ったらもう降りなければならないと紹介されたことから坊っちゃん列車と言われるようになりました。この坊っちゃん列車は蒸気機関車からディーゼル機関車に変わってはいるものの、限りなく忠実に復元しています。
ポイント JR 本日は明治時代にタイムスリップした気分を味わってください。失礼いたします。信号を上げる制御装置効果効果往来進入許可と検討往来進入許可と検討往来進路制御装置の上昇往来上昇往来進路往来進路往来進路制御装置効果ポイント JR 往来進路往来進路往来失礼します。失礼いたします。信号往来皆様今走っておりますこの通りを大手町と申します。城下町にはどこにでもある名前ですが、昔松山城の大手門に通じていたところから大手町と呼ばれています。左手の駅は大手町でございます。これから通過する線路は私ども両鉄道の郊外電車高浜線でございます。鉄道線と軌道線が平面交差をしているところは全国でもここだけでございまして、鉄道マニアの方に失礼します。失礼いたします。皆様正面に見えています建物が JR 予算線松山駅でございます。駅前のロータリーの中に伊予の青石でできた大きな木々がございます。春や昔15万石の城下から怪人正岡式の句碑でのどかな城下町を詠んだ俳句の都松山にふさわしい句でございます。本日は坊ちゃん列車にご乗車くださいまして誠にありがとうございました。短い時間ではございましたがお待たせいたしました。小町駅まで向かい一旦停車し、また松山駅前まで折り返してまいります。ご乗車の方はお急ぎください。まもなく失礼します。失礼いたします。本日は坊ちゃん列車にご乗車くださいまして誠にありがとうございます。私どもの伊予鉄道は明治21年10月に日本で最初の軽便鉄道として松山三津間 6.8 キロの区間に蒸気機関車を走らせました。坊ちゃん列車の愛称は夏目漱石の小説坊ちゃんの中で。失礼します。失礼いたします。皆様まもなく小町駅に到着いたします。小町駅で坊ちゃん列車の向きを変えますので一旦下車していただきます。なお到着後機関車の向きを変える様子をぜひご覧ください。失礼いたします。いたしました。坊ちゃん列車の向きを変える様子を見ていただけましたでしょうか。坊ちゃん列車は明治時代に走った機関車に限りなく忠実に復元されていますが、最新のハイテク機器が搭載されております。失礼いたします。
失礼します。失礼いたします。皆様、まもなく松山駅前でございます。駅前のロータリーの中に色や青石でできた大きな地図がございます。あるや昔、15万石の城下かな俳人正岡子規の記事で、のどかな城下町を詠んだ俳句の都松山にふさわしい句でございます。本日は坊ちゃん列車にご乗車くださいまして誠にありがとうございました。短い時間ではございましたが、明治時代にお待たせいたしました。市駅前まで参ります。ご乗車の方はお急ぎください。まもなく坊ちゃん列車発車いたします。ご乗車失礼します。失礼いたします。本日は坊ちゃん列車にご乗車くださいまして誠にありがとうございます。私どもの伊予鉄道は明治21年10月に日本で最初の軽便鉄道として松山三津間 6.8 キロの区間に蒸気機関車を走らせました。坊ちゃん列車の愛称は夏目漱石の小説坊ちゃんの中で、乗車した感想を乗り込んでみるとマッチ箱のような汽車、コトコト5分ばかり動いたと思ったらもう降りなければならないと紹介されたことから、坊ちゃん列車と言われるようになりました。この坊ちゃん列車は蒸気機関車からディーゼル機関車に変わってはいるものの、限りなく新発の復元をしています。本日は明治時代にタイムスリップした気分を味わってください。失礼いたします。信号を来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 上昇往来上昇往来進路往来進路往来開通表示灯点灯往来開通表示灯点灯往来ポイント市駅行き往来ポイント市駅行き往来失礼いたします。まもなく松山市駅前伊予鉄百貨店前終点でございます。私ども伊予鉄道の創業の地であります松山市駅前は、松山市の南の玄関口にあたり、電車バスの発着地で1日およそ10万人の人々が乗り降りしております。また松山市で最大のショッピングストリート、銀天街、大街道は、ファッションビルや雑貨店、書店など、あらゆるショップが揃っております。本日は、坊ちゃん列車にご乗車くださいまして、誠にありがとうございました。なお、到着後、機関車の向きを変えますので、ぜひご覧ください。失礼いたします。ありがとうございました。お待たせいたしました。大街道まで参ります。ご乗車の方はお急ぎください。まもなく坊ちゃん列車発車いたします。ご乗車の方はお急ぎください。
失礼します。発車。失礼いたします。本日は、ごっちゃん列車にご乗車くださいまして、誠にありがとうございます。私どもの伊予鉄道は、明治21年10月に、日本で最初の軽便鉄道として、松山三つ間 6.8 キロの区間に蒸気機関車を走らせました。ごっちゃん列車の愛称は夏目漱石の小説ごっちゃんの中で、乗車した感想を乗り込んでみるとマッチ箱のような汽車、ことこと5分ばかり動いたと思ったらもう降りなければならないと紹介されたことから、ごっちゃん列車と言われるようになりました。このごっちゃん列車は蒸気機関車からディーゼル機関車に変わってはいるものの、限りなく忠実に復元しています。開通表示と点灯往来、本日は明治時代にタイムスリップした気分を味わってください。ポイントロゴ行き往来、失礼いたします。降下降下往来、失礼いたします。皆様、これからご案内いたします松山城は、運動の400年を迎えます。松山城は、加藤義明らが建てた城で、またの名を、金木城、あるいは、勝山城と呼ばれ、失礼します。失礼いたします。皆様、左手に見えます左右対称の建物は、150万県民の母屋、愛媛県庁本館でございます。失礼いたします。信号往来、信号往来。まもなく大街道、大街道終点でございます。左手の大街道商店街は中央ドーム屋根方式のアーケードになっており、幅15メートル、延長483メートル、松山一番の繁華街でございます。本日は坊ちゃん列車にご乗車くださいまして誠にありがとうございました。短い時間ではございましたが、明治時代にタイムスリップした気分を味わっていただけましたでしょうか。まもなく大街道終点でございます。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。にご乗車くださいまして誠にありがとうございます。私どもの伊予鉄道は明治21年10月に日本で最初の軽便鉄道として、松山三つ間 6.8 キロの区間に蒸気機関車を走らせました。ごっちゃん列車の愛称は夏目漱石の小説ごっちゃんの中で、乗車した感想を乗り込んでみると真っ赤とのような汽車、ことこと5分ばかり動いたと思ったらもう降りなければならないと紹介されたことから、ごっちゃん列車と言われるようになりました。このごっちゃん列車は
蒸気機関車からディーゼル機関車に変わってはいるものの、関係なく忠実に復元しています。本日は明治時代にタイムスリップした気分を味わってください。失礼いたします。本日のオーライリンゴオーライの転送オーライリンニューとかと転送オーライ進路制御装置上昇オーライ上昇オーライ進路オーライ進路オーライ開通表示灯点灯オーライ開通表示灯点灯オーライ進路表示灯点灯オーライ進路表示灯点灯オーライと同行進路灯オーライ降下降下オーライ失礼いたします。皆様、右手に見えてまいります建物は愛媛県文化会館でございます。総工費は202億円を要し、メインホールは3000人を収容することができます。各種会議や講演会など人々の多様な交流を通じ、人類の平和を願うものであります。失礼いたします。皆様、道後温泉が近づいてまいりましたが、道後温泉は我が国最古の温泉で、およそ3000年の歴史を持つと言われています。温泉は全国至る所にありますが、この道後温泉本館には全国でただ一つしかない天皇皇族専用のお湯殿湯神殿がございます。まもなく常務、お疲れ様でした。